じゃあこんにちは、はい、さゆたかさん、はい、もうね今年もあとわずかとなってきましたよ。気づけばなあ早いですね。まあ、あのいい気持ちですっきりとして2023年をねどなたもやっぱり終えたい、まあ、正月を迎えるかどうかなっていうのはね重要なところだと思っているんですが、はい、まあ、そんな中でまだ去就が決まっていない選手たちが、はい、います、まあ、はい、結構いるんですけれども今日はその中から豊さんが何名かピックアップしてこの選手まだやれるんじゃないかという、そうだな、頑張ってほしいな、はい、そういった選手をちょっと何名かピックアップしました、はい、まずは豊さん、はい、はい、まあ、高山、阪神の高山俊選手、はい、やっぱバッティングはいいよね、だから言ったことあるんだよ、技術は忘れることがあっても、はい、素質はなくならない、やっぱ素質はあるよね。そうですよね、ただ年齢的なことで引っかかってんのかなっていうね。もう93年生まれなのでそうですね、うん、そうだな、うん、でトライアウト受けて、はい、まあ、やっぱり一番光ってたよ彼が、バッターの中ではね、はい、で無理して盗塁もしてたけど、あ、だから必死さも伝わってきたしね、はい、だからなんとか高山なんかはどっかでね、はい、できるんじゃないかなっていうふうには思ってたけど ね、 そうですよね、まあ、まだ決まってない。まあ、そうなんですよ、まあ、2015年ドラフト1位で阪神に入団して、はい、今シーズンは38試合に出て、はい、打率が1割8分9厘というところで、はい、そうですね、結果を近年ちょっと残せてないのかなっていう、そうだな、はい、まあ、こういう安打製造機みたいなさ、はい、まあ、学生の時はね、うん、人っていうのはやっぱある程度こうリズムに乗ってやっていくタイプだから、うん、レギュラーでしっかり出ていかないと、うん、なかなか結果っていうのはね、うん、出しにくいかもわかんないな、うん、となると例えばこのチーム高山選手取っといたらいいんじゃないかなっていうチームとかってありそうですか、どうなんだろう、まあ、ヤクルトとか、うん、ただヤクルトも外野手優秀な人間が多いからな、だからなかなかやっぱ厳しいかもわからないけども、うん、なんとかこうね、こう非凡な素質があるわけだから、はい、まあ、代打とか、うんうんうん、まあ、そういうのでもいいしね、そうですよね、使えそうな気はするけどもね、そうですね、はい、で、また同じく阪神からもう一名いるんですね、はい、はい、まあ、これもトライアウト受けて、はい、まあ、渡辺、はい、左ピッチャーのね、渡辺雄太投手、少し変則のね、うん、ピッチャーなんだけども、各球団その変則を持ち出したんだよね、うん、同じようなタイプをね、はい、だからなかなかまあ競争だと思うけども、うん、ただまだまだこうへこたれてないし、はい、使えそうな気はするんだけどもね、うん、あのね、ソフトバンクから阪神に来て、はい、で今シーズン、まあ、ファームでの成績が防御率 4.01、まあ、上では投げてはないんですけれども、はいはいはい、どこかでまだやれるだけの力は、うん、残ってそう、まあ、そうな、先発してさ、はい、ロングイニングをこう投げるというわけじゃないし、うん、だからそのワンポイントで持っていくとか、はい、そういうんだったら力発揮しそうな感じはするんだけどもね、そうね、うん、そうですよね、まあ、左打者を被打率1割9分5厘に抑え込むシーズンもあるので、いやだからね、やめるタイミングっていうのが、例えばソフトバンクの加山、はい、同じようなタイプの、ただより変則なのが加山なんだよね、だからやっぱそっちに目がいっちゃってみたいな、そうか、だから入る余地がなくなったというね、いうことなんだけど、はい、まだまだね、まあ、チャンスは残されてるとは思うけどな、うん、あ、さあ続いて広島、はい、はい、広島はね、山口翔って、はい、一昨年こう首にはなってるんだけども、はい、BC でね、あ、日の国の BC でもう投げてて、はい、多分ね、広島在籍の時よりも多分良くなってると思うんだよ、あ、へー、ただね、コメントを聞くとね、はい、スピードにこだわってんだよね、そうか、まあ、今24歳ではあるだからそこら辺の思考がさ、はい、そうじゃなくて、いくら速い球投げても抑えられなきゃ意味がない、うん、そのバッターとの駆け引きを覚えるとすごく良くなる選手だけども、はい、まだスピードガンを相手に投げてる感じがするんだよね、若いだけあって、はい、だからよくあったんだよ昔ね、うん、スピードガンが出た時に一球投げることにこうやって見るんだよいやお前スピードガンと戦ってるわけじゃなくて、うん、バッターと戦ってるんだから、うん、スピードなんか関係ないから見とけって、バッターを、はい、バッターがどういう態度でいるのかとか、うん、ね、所作を見とけって、はい、だから
そういうことができるようになってくると、うん、なんか俺は使えそうな気はするけどね、山口ってやっぱボールに力あるし、うんうん、あとは変化球だな、変化球、うん、変化球をもうちょっと磨かないかんなっていうような感じですね、うん、どっちしてもやっぱね、コントロールとか制球の方を身につけていけば、そうそうそう、スピードにこだわらず、うん、プロでやっていける、もともとスピードはあるわけだからさ、うん、あとはやっぱこう精度にこだわるとかね、はい、まあ、そういう方がいいよね。ね、2017年ドラフト2位でカープに入って、はい、まあ、そこから今シーズンは日の国で、そうだね、はいはい、してまたプロになりたいというところで、まあ、そうだね、はい、はい、さあ続いてヤクルトいきますか。まあ、ヤクルトは吉田、はいはい、吉田は合同トライアウトを見てても、うん、やっぱ抜群だよね、コントロールは。だその時だけなのかもわからないけども、はい、ただそのヤクルトでローテーションで投げてた時のような感じだったけどね、うん、まあ、3人だけだからさ、なんとも言えないんだけども、しっかりしたピッチャーではあるなっていうふうには見たんだけどもね、うん、まだは26歳だから、いや若いですよ、吉田大輝投手4年目ですもん ね、 そうだね、プロ通算で。ヤクルトっていうのはそのピッチャーに苦しんでる中で、はい、まあ、戦力外を受けてるっていうことはどうなのかなっていうね、他球団の目もあるよね、そういう意味では。ですよね、まあ、今シーズンは上ではね投げることはなかったんですけれども、うん、まあ、ただ豊さんはね、その合同トライアウトで見てすごく良かったっておっしゃってるので、うん、だってそこしか評価のポイントがないからな、うん、だから俺にはよく見えたけどね、うん、だまあね、今待ち中だとは思うんですけれども、ね、どこかチームがねちょっと声をかけてくれるところあれば、はい、まだもちろんいけるピッチャーでもあるって、まあ、26歳だし、うん、まあ、どういうポジションでも投げてくれそうな気もするしね、うん、で器用なピッチャーに見えたから、はい、だから面白いかなっていうふうには俺は思ったけどね、うん、はい、さあそして日本ハムですか、はいはい、高山勇気、はい、これも一昨年クビになって BC でやってるんだけど、はいはい、この子のチェンジアップってね、人には投げれないようなチェンジアップを投げてるわけよ。どんな感じなんですか。ものすごい抜けるのよ。こんな魔球みたいなボール投げれるのみたいな、そんな感じのチェンジアップを持ってるわけ。ただそれを生かすためにまっすぐがどうなのかっていう問題点はあるにしても、うん、まだね若いはずなんだよ。高山祐希投手は22歳、うん、いやだからこれからね面白くなってくるかもわかんないよ。あ、そうですね。いやだからこのピッチャーを俺育成でもいいから取っとくと戦力になる可能性はある。だからつまりそのストレートの精度を、まあ、ピッチングコーチだったりが教えれば十分に生きてくるピッチャーってことですよね、うん、だから22歳ということはそれを掴んだら大体まっすぐのスピードチェンジアップの抜けたら多分変わらないと思うんだよ、うん、だから長く使えそうな気はするよ。重宝する。そう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 。だから俺あのこの子のチェンジアップを見た時に、うん、みんなねほとんどまっすぐとか、あ、そういうのをこう見せるんだけども、はい、この子は違ってやっぱチェンジアップが光ったんだよね。そうか。だからそういう意味では面白いボールを投げるなって、なかなかこれタイミング合わないだろうなっていうふうに思ったピッチャーの一人なんだよね、うん、そういうピッチャーってセリーグ向きなんですか、パリーグ。まあパリーグでもセリーグで も、 どっちでも抜ければいいよね。ああ、そっかそっか、そっか、うん、だから言えば山本昌中日の、うん、はい、まっすぐは決して速くないんだけど、うん、まっすぐは速く見せるコツを知ってたよね。あ、そんな感じのイメージですになる、なれるぐらいの感じがした。はい、だけど山本昌よりもチェンジアップが抜ける。おー、でも他の球種は山本昌が抜群だったけどさコントロールも含めてね、はい、抜群だったけど、まあ比べるのはちょっと申し訳ないけどもね、うん、まあだけどチェンジアップは本当にね、井川、阪神の、あー懐かしい、もう内川が言ったよ、うん、投げた瞬間に引っ張ってんじゃないかって言って、糸で、いや糸で引っ張ってんじゃないかっていうぐらいボールが来ないっていうんだよ。いや、そのぐらいの感じのチェンジアップを投げる。どっか取ってほしい。いやだから俺はこの中で言えば面白いなと思ったのは、年齢的にも球種的にも、球種的にも、ああそうか、うん、他球団のスカウトの方は、ね、いやそれは見てるよね、まあ、見てるけど自分とこの自前の選手たちがいて、あ、そうか、その兼ね合いとかいろいろ見ながら、バランスとか見ながら取っていくんだろうけども、ね、夢を諦めないでね、 BC に行ってまで、ね、それを磨いてもう一度披露に来たんだと思うけども、他の選手たち光るところはいろいろあるにしてもね、はい、どっかで野球を続けてほしいなっていうふうに思う選手がたくさんいた。
そうですね。これで終わりにするのではなく、どこかもちろんね、育成でもいいので、一緒にやろうっていうチームが出てくればいいですし、一回またその独立とか行ったりとか、そういうところでもう一回っていうことも ね、ありますし、なんか。だから高山由紀を、やっぱあのチェンジアップ投げた時に一軍の選手たちがどういう反応するかなっていうのを見てみたい。バッターがそうですよね。そうそう。でもそのぐらいの俺はチェンジアップを評価したけどね。はい、まあね、ギリギリまで、あの年月待つとは思うんですけれども、そうだね、早く募集が決まるといいですね。本当だな、落ち着かないでな、日々な、そうですよ、電話待ってるっていう不安でな、いるんだろうけどもな、なんか早くね、行く先と活躍できる場が見つかるといいですね。まあ、そうだな、はい、はい。